帽子で行くかじゃあ。やった気がするけどね。ちょっと待って、嘘。やんなかったこれ。なんで？いや、やったよね。あれ？あれ？あれ？いや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 、これこんな簡単なやつのためになんで1時間もこんなかかったの？いや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 、ちょっと、ちょっと、なんでこれ帽子がわからないで1時間も迷ってたの？マジかよ。めっちゃシンプルな話じゃないですか。やった気がしたけどな、もう。あなたも見たわけですね、トミーさんと同じものを。どういうことですか？シルクハットです。それがどうかしましたか？あなたは窓から下を覗いてみるべきでしたね。俺、今はこんな体ですからね。窓の外見でも結構大変なんですよ。これは現場に転がっていたシルクハットです。それは団長のものでは？どう見てもマックスのシルクハットです。これは一体どういうことですか？マックスさんのシルクハットが2個。シルクハットは特殊でこのように1つしかありません。ということは、アクロさん。あなたはどっかに嘘をついているのです。来た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 。テンション上がってきたよ。静粛に静粛に。いつものことながら考えなし喋る男ね。大丈夫なロード君。言っちゃったから攻めるしかない。弁向こうに伺いましょうか。この人に嘘つく理由は何ですか？アクロが真犯人。アクロが真犯人っていうのでいいと思うんですよね。アクロが真犯人で押す。裁判長、この際弁護側アクロ氏を告発します。この際告発ですって？一体何の？もちろん立見七斗氏殺害の真犯人としてです。本気ですか、なるほど君。はい。サーカスに出入りするうちに観客の心をつかむコツを覚えたみたいね。ちょっとうまいこと言うな。裁判長、驚くには当たらないわ。傍聴人の気を引こうとする虚しいハッタリよ。そうなのですか。その証拠に証人をご覧なさい。平静を装ってますからね。ニクラシーほど落ち着いているわ。鳥これ、鳥これ、鳥これこれ、傷害罪やぞ、これ。証人、弁護人の告発に対して何か言いたいことは？何をも言う必要はないでしょう。どういうことですか？皆さん、俺を見てください。一人じゃ合宿者を出ることはおるか、立つこともできない。確かに。弁護士さんがマックスを助けたいのは理解できます。でも、よりによってこの俺が犯人だなんて。その通り。非常識にも程があるわ。意外とね、治ってて歩けるとかあるからね。実は治ってて歩けるとか。お遊びはここまでよ。少年が立てないことについては意思の証言。もうこれ防がれた。俺が行こうと思ったらもう防がれた。アクロ氏の共犯者がいたと。どうなんですか、弁護人。この箱は共犯者が。でも共犯に乗っかってくれる人はいないんですよね。弁君ぐらいか。いや、一人だ。一人で行こう。一人で行こう。今まで共犯者の話なんて一個も証言で上がってないんで、で、弟は昏睡状態やしやな。弟は無理やろ。いない！無駄だ、カルマケンジ。何？その手にはもう乗らない。どういうことですか、ナロード君。共犯者などいない。これはアクロさんが一人が計画し、そして実行した事件なのです。そう。これが俺が言いたかったね。静粛に静粛に。これは一体その、なんというか、ナロード君。ここからは一気に立証しなければならない。アクロさんがどうやって辰巳団長殺害したか、できるの、そんなこと。立ち止まるわけにはいかない。攻撃をやめたら負ける。よし、一応やるよ。なるほど、龍一。この証人が犯人ならさっきの模擬証言は嘘というわけね。
ふむ。じゃあ弁護人、まず教えてください。事件が起こった時、アクラさんどこに、ちょっと待てよ、まあ、絶対ここや、絶対ここや、絶対ここや、ここ、あ、3階にいたのかな。あ、3階にいたでいいか。トミーの部屋は無理よね、絶対ここの中よね。部屋は部屋かな、部屋は部屋、部屋は部屋、部屋は部屋にいたね。一応いたのは部屋。いやでもそこで見えるはずがないからおかしいか。でも帽子が取れてるっていうのが分かってないとダメで、トミーの部屋にいたとか。トミーはいたもんね。ここか。じゃあここ、ここに行こう。これがありえません。広場、殺人現場ですか。確かに被害者に会わなければ犯行は。痛い。無言でぶたないよ。証人は自分の力では宿舎から出られなかったのよ。しかもさっきあなたはっきりこう言った、この事件に共犯者はいない。そうでした。もうちょっと待って、つかさいこれ。団長室にはいたんすよね、宿舎。団長室、ここじゃないですよ。トミー、トミーの部屋まずありえないですよね。自分の部屋、自分の部屋か。いたのは自分の部屋。簡単なことです。アクラさんは一人では宿舎から出られなかった。それならば答えは一つ、アクラさんは部屋から出ることなくささみ団長を殺害したのです。これだ、これだ。何をバカな。証人いかがですか。顔色一つ変えない。面白いですね。それだけですか。だってそんなこと無理ですからね。ふむ、なるほどくん。はい、証人が言う通り、あなたの主張には無理があります。これまでに染まったも現場にも行かず犯行成し遂げた。ええ、そうなります。忘れてるよね。なるほど龍一、現場では被告の姿がはっきり目撃されているのよ。そうだよ、トミーさんも言ってたじゃない、マックスが、でも迷いちゃん、人間は空を飛ばないよ。一つ聞いていいですか。何でしょう。これが団長、それは分かりました。でも一体どうやって部屋から出られず、もちろんマックスの人も切れない。そう、どうやって、それが次のポイントだ。大丈夫、ここまで間違ったら。確かによく考えなければ、アクロさん自分でいながらにして立ち見団長殺害した、それは間違いない。では、黒氏の犯行方法を示してください。銅像やね。銅像よね。銅像よね。銅像しかないもん。わかりました。では、食品をお見せします。赤ら氏は何を使って殺害。銅像やろ。銅像しかないで。木箱も怪しいですけど、でも突っ伏してたから、関係ないもんね。銅像かな、やっぱ。あ、でもね、故障もあるんですよね。故障もあるんだよな。だけどまずは銅像で行こう。まずは、あ、胸像だ。胸像で行こう。だって胸像。何ですか、それ写真ですか。もちろん、問題はこれ写ってる白物です。胸像ですか。等身大のね、かなりの重量があります。重量、間違いなく死ぬでしょうね。3階の窓からこんなものが落ちてきたら、これだ。これだ。これだ。あっ。
少し反応してきたが、そう、アクラさん、こいつで団長殺害したんです。マックスの競争と、そして重力でこれだ。静粛に静粛に、胸像を落としたですって。シンプルな犯行です。これならば狂わせに座っていても、そんな大きなのを持ってくるバイスの操作の不可能。アクロさん、アクロバットの芸人です。これくらいのと運ぶの大切でしょ。いや無理がないか、大丈夫か、それは、その発言は大丈夫か。おい証人アクロさん、いかがですか。微動だにしません。そうですね、アクロさんが言葉に詰まったよ。そりゃそうだろう、ズバリ確信だからな。さあアクロさん、もう今度こそ、いやもうそうはいかない。なるほど、リュウチ、なんだと。裁判長、証人の身体能力は重要なポイントよ。本人の口から正確に証言させることを要求する。証言ってどうすんの、カルマのやつ。証言という形をとって時間を稼ぐつもりだな。そう、証言させねえ、その必要はありません。いやいやいや、意義あり意義あり。弁護側は犯行法を提示した警察官に反証する権利がある。負けたか。おー、負けとるやん。なんなのこれ、もうグルだもん。グルですよ、グルやめて。しまった。証人、申し訳ありません、身体状況を証言してください。疑問があれば医師の使用っていうを求めることになります。証人、焦ることはない、ゆっくり証言するといいわ。ありがとうございます。クソ、追い詰めるチャンスだったのに。マジかよ。確かに胸像ぐらいでしたら持ち上げられると思いますよ。俺、上半身は鍛えてあるし、怪我もしてませんからね。ただ胸像を持って窓から身を乗り出すのは無理ですね。俺の下半身は今力を入れることができない。団長の頭の位置を知ることは不可能だったわけです。俺に胸像とすら無理だって分かってもらえたでしょ。ふむ、証言は死ぬところはありません。重い胸像を持ったような窓から身を乗り出すのは不可能。その上で被害者の頭を狙って危険すぎる。失敗したら身の破滅。その通りです。いかがですか、ナロード君。うん、とりあえず尋問を。時間稼ぎってところね、みっともない男。そんな言うなや。まあここから揺さぶってなんか出てくるでしょうね。揺さぶりまくりっすわ。あの胸像持ったことがあるんですか。いや、それはまあありませんけど、さすがにルーサーには負けられませんからね。ルーサー、あの猿、マックスの胸像持ち上げたことがあるのか。ふむ、少年、怪我は下半身だけと考えていいわけですかと。俺、上半身鍛えてあるし、怪我もしてませんと。最近はトレーニングは？それはさすがにね、やめましたよ。もうブランコやロープの上に戻るつもりありませんから。そうなんですか。でも失礼ですが、あなたには負けませんよ、ナロードさん。余計なこと言うと、私もあなたには負けない。何をかぶしてきとんねん。いや、なんでよ、なんでお前までかぶしてくんだよ。とにかく俺、力は誰も負けませんけど、ただ胸像を持って窓から身を乗り出すのは無理。なぜ。どうしてですか。だってそんなことしたら俺の方が落っこちますよ。まだ下半身の感覚戻ってませんからね。ふむ、足を動かすこともできない。俺の下半身は今は力を入れることができない。いや、治るまではどれくらい。さあ、何しろ神経をやられてますからね。今ハードなリハビリテーションをしてますけど、まだまだという感じですね。重要なポイントは一つ、胸像を持った魔性人が窓の下を見ることはできない。団長の頭で知ることは不可能だった。わからんよね。どうして不可能なんですか。いいですか、胸像を持った窓の下を見ることができなかったんですよ。団長の頭はどこにあるかわかるはずがないでしょう。まあそういうことになりますね。ね、なるほどくん。じゃあさ、発想を逆転させれば、こういうこと。被害者の頭の位置さえ分かれば胸像を落とせた。
そういうことになるね。団長の頭の一応窓から下を見ないでミシル。そんな方法を示せればいいんだな。もう十分だと思いますけど。